バングラデシュの大統領は、バングラデシュの原種たる大統領である。1971年のバングラデシュの建国以来2回大統領の役割は変わっている。大統領を国の名目上の代表としすべての執行権が首相に与えられた銀内閣制の状態で、バングラデシュは歴史を始めた。1974年に、総理大臣のシェイクムジブル・ラフマンの下の政府は、 議会制から大統領制に切り替わった。カレダジアが議会選挙で国の首相になった1991年に議会システムに戻った。バングラデシュの方はイギリスの監修法を基礎に置く。1972年の憲法はイギリスをモデルに強い首相の地位、独立した司法及び一員制の立法府を創設した。第二革命と呼ばれるこれらの変革でムジブルは 大統領職を想定した。1975年8月に彼は中堅レベルの軍将校によって暗殺された。そしてかつての仲間によって率いられた新政府が形成された。1976年11月にジアは軍法管理長になって5ヶ月後の再エムの引退の時に大統領に就任し、1978年に 国政選挙を実行すると約束した。社会主義は経済的社会的正義と再定義された。象徴的存在で行政権は首相率いる内閣にある。ただし内閣と国会が対立した場合、内閣を総辞職させて暫定内閣を組織する。暫定内閣の役員は無党派でなければならなく、 彼らの任務を完遂するために3ヶ月が与えられる。暫定内閣では、大統領は防衛省を直接統制する。国会が選出する。ありがとうございます。